チャオ、あっちゃんです。ハモさばいですね、指ときます。これできたらね、指ときますね。あんまり入れすぎるとね、染めちゃったらね。温度が低いけどね。すぐだよ。こっちとかね、いろんな皮を指ときます。結構ね、短時間に茹でたらんと中までね、なかなか熱入らへんね。いいかな。 OK。 最後にね、茹でたらね、
で、これでね、水を。で、冷蔵庫置いておきましょう。で、水ですよ。泡をもう一回入れて、ちょっと飲むんだよ。ね、さっとちょっとこう水を測ります。皮はね、ちょっと水を流しながら、もっともっともいい皮を、うろこをね、からめる。この方うろこ抜けてんだけどね。大体ね、このね、端っこのついてる肉のところって骨があるんでね、魚って。で、端っこのところよーくね、見て取らんと、こことかね、さっき取ってんけど、それは。外れた身、これなんかあるでしょうね。あんまり。まだある。で、皮の湯引き完成。ちょっと行きましょう。で、皮の、皮じゃない、胃の
肝。で、卵。で、卵はね、ポン酢。味噌にしようかな、ポン酢にしようかな。肝あるからポン酢にしようか、うん、死ぬぜ。黒鯛。あとプリンプリンで美味しいね。チヌはね、結構プリンプリンで、で、美味しくて、結構いい。ここはさっき本取ったから大丈夫だけど、ここが怪しいんだよね。大丈夫か。こっち、マゴチの皮。マゴチの皮もね、美味しいよね。もうプチ言ったかな。もうバリッバリ骨あるかな。でもこれが美味しいよね、この。ポン酢ね。大体もこういうのってポン酢が、ポン酢か酢味噌が合うからね。酢味噌作りましょう。
白味噌。砂糖入れようか。もう白味噌がいらんねんけどな。キムチ砂糖を入れて、メスを入れるとね、ゆるゆるしまう。はい、刃物を湯引き、あと、チヌーとコチの、皮の湯引きと、チヌーじゃない、コチの、卵、胃袋、肝の、湯引き作りました。よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。では、またね、バイバイ。